です。こんな雑踏の中で私がパニクリ気味だわ。こんなに人がいるのは久しぶりだわ。慣れないわ。私にはこんな人混み慣れないわ。ちゅうわけで私今ここに着いたわ。ここ何駅かわかるかしら。皆さんわかるかしら。そっと見上げてみれば、あ、なんか書いてあるな。何駅だ。みんなわかるかしら。そう。新ゆりが駅、新ゆりが駅でございます。でね、今日私が何をしに来てるかというと、見てこの素敵な劇場、わかるかしら。私って趣味ね、感激なの。高貴な遊びでしょ。私の遊びって劇を見ることなの。お休みの日は感激するの。アートに触れるのが私の趣味なの。ムカつく？ムカつく？ごめんね。今日来たのはこの川崎市。川崎市のアートセンターに来て、ね、ちょっとね、お仕事の関係で、ちょっとこの作品に携わらせてもらったから、ちょっとね、関係者としてこの劇を見に来たの。そう、あったわ。あの赤いポスターわかるかしら。あの赤いポスターが、ね。私が今回携わった感激の作品なのよ。そう、これ。赤ってやつね。赤っていう作品をね、今日見に来たわ。あらやだ、ちょっと、なんか高貴なところだから、私、T シャツ1枚で来ちゃったわ。こんな、これちゃんとね、スーツで来ればよかったわ。蝶ネクタイとドレッシーで、格好でね、来ればよかったわ。ドキドキするわ。ね、私たちがね、作った、ね、作品が、この感激に反映されるって考えると、ちょっとドキドキするわ。まだ、一番乗りね、一番に到着しちゃったわ。すごかったわ。なんかね、感慨深いわ。自分たちがね、作った作品が、こう劇中の中でね、使われるっていうのをね、初めて体験して、ちょっと気がついたら泣いてたわ、私としたことが、気がついたら泣いてた。泣いたらね、お腹空いちゃった。ビッグマック、グランドビッグマック食べるわ。じゃあそんな皆さんにもちょっとだけおすそ分け。おしっこのようにありのままで、おしっこのように水が海へ、おしっこのように価値が分からず、それでも僕は生きていく。欲しくて